どうも、猫嫁です。本日このギターがね、来て3日目になります。今さっきね、チューニングを終えたところです。なんていい音がね、出るようになっているかと思うんですけれども、本日もね、1日10分はい、毎日の練習ということでね、初心者の、猫嫁が、毎日練習していくっていう、はい、1日10分ずつ、まず毎日弾こうっていうね、トレーニングをします。 1,2,3,4,5 ね、5フレット目のところに手を置いて、1フレットにつき1本の指を割り当てて順番に動かす。今週はこれを毎日弾いて、各曜日の練習に入ろうということで、ちょっとね、全然ね、楽譜のタブ譜っていうのかな、それ通りに実は弾けてなかったりするんですけど1,2,3,4,5、本日は、1から2の小節目っていうのかな、小節か、人差し指を固定し続ける 3,4 の小節目っていうのかな、は、小指がバタつかないように注意。はい、thank you.
ちょっと最初クレーム。10分やっていきます。はい、もう今でね6分30何秒なんで1日10分じゃちょっとね、こんな感じで練習していきたいと思います。はい、昨日のね夜初めてあのねキラキラ星弾けるようになりました。うん、でも痛くても指の先がもうなんか指の先でなんか刃物の先にギュッて置いてる感じで、これ1週間やってると慣れてくるらしいんですけど、多分今のなんか1週間の練習のあれだと全然そこまで痛くないんですけど、そのキラキラ星とかやるとき痛い。
れじゃない。ちょっとねキラキラ星はねできるように、まあゆっくりですけどね、あれなんですけど痛いです。 A コードと D コードと E コード3つ使ってやるっていう、はい、あの夏林さんのねギター0日目の練習曲キラキラ星初心者のためのギター講座っていうやつからです。はい、どうもあの見ていただいた方々ありがとうございます。よかったらチャンネル登録といいねボタンを押してください。今日もどうも見に来てくれた方々ありがとうございました。また明日。ちなみにこれ出雲大社のとこで買ったねあれなんです。旦那とね、そう旦那と縁結びしてもらった時、まあ、誕生日、そのこれ、そうそう、誕生日の日の次の日か、6月3日にね、今から去ること8年ぐらい前にね買ったものですね。まさか旦那に会えると思いませんでした、ね、どうもありがとうございました。